優勝戦三号艇の片橋幸隆選手です。よろしくお願いします。お願いします。準優勝戦は三コースからコンマゼロ八のスタート差しての一着で優勝戦に勝ち上がってこられました。今節の足の仕上がりなんですけれどもいかがでしたか。そうですね。直線はそこまで良くないんですけど、はい、ターン周りのところレーサーしはいいと思います。 2連帯率は30%で、輸出はここまで1度しかないエンジンだったんですが、全検手にされたときから、まずそこそこ動いてるかなという感じだったんですか全権、件そうですね、そんなに悪くないなという感じはあったので、そのままいったんですけど、おと、はいはい、日いぐらいにちょっと違和感あったので、ちょっと叩いて、そこからは。 あのそのままですはい準優日は天候もガラッと変わって雨が降って湿気もあってということだったんですがこの天候にはうまく対応できた感じですかそうですね何もせずにそのまま行ったら行きましたはい、はい、スタートも決まってズバッと展開をつく形になりました、はい、優勝戦の枠は三枠ということになりましたが、はい、こう作戦名はいかがお考えですかまあちょっとピット離れしてからじゃないとわからないんですけど、はい、まあ 4号艇が丸のですかね、はい、まあ出てるんでスタートはそれなりに行ってないとまずいんじゃなないいかなと思います、はい、ではスタートを行ってしっかり外を止めるような気持ちではい、はい、今季は7月の桐生のイースタンリーグで初優勝を飾って A1 ペースなんですが、はい、大ブレイク中ですすねありがとうございます、はい、今季その好調の要因というのはどの辺りにまあ別に特に何もないですいつも通り走っているだけなんで、はいはい、リズムには乗ってますね。はい はいわかりました今期に入ってこれが5回目の輸出ということになりました7月桐生に続く2回目の優勝を向かったのに一言お願いします優勝できるように頑張ります応援よろしくお願いします